ゲオルゲにハンガリー5名は、ジェルジョーセントミクローシュドイツ5名は、ニクラスマルクとルーマニア領トランシルバニアのハルギタ県にある基礎自治体の市。ハルギタ県では人口第3位の市。成型地方は、ハンガリー人居住地域なので、市長もハンガリー人。そのためにこの記事の市長名も日本人同様性が先に表記されている。歴史的には、 トランシルバニアの成型地方に属する成型人居住地域。市外に下記の4つの村が同市に所属している。名前の起源はハンガリー語のガイアーグヨ、アーホ、ジェルジョーに、聖ニコラウスを意味するゼントミクローュ、SNT、ミクロ、セントミクローュがついたもの。ガイアーグヨはこの地域一体を指す地名であるが、語源は複数の説がある。一つは、 ゴロゴロ転がるという意味のハンガリー語の擬態語の動詞のグロググログ、ユーロから点火したものという説。二つ目は、ハンガリー人の男性名のジェルジュの名前のついた川のジェルジョージギホ、RO が転じたもの。三つ目の説は、セイギョルギウスの名前が転じたもの。ルーマニア語名のゲオルゲには、おそらくハンガリー語のガイアーグヨの元の形のジェルジュが、 音訳されたもの。郊外には美しい山々に抱かれた赤子やカルパティア山中の共愛なびかず渓谷などの名称があり、校舎はモルドバ地方のネアムツ県との県境となっている。1966年の共産党指導部の訪問1332年に初めて歴史上に登場した。ハンガリー王国中央部がオスマントルコに占領された時に、 西部の横領ハンガリーとトランシルバニア公国に分裂、事実上のハンガリーの継承国家となった。その後トランシルバニア対公国を経て1867年にハンガリー王国に復帰した。行政上は地域条件に属した。第一次世界大戦後のトリアノン条約でハンガリー大平原東部とさらにその東のトランシルバニアがルーマニアに割上された。 1940年から1944年の第二次、ウィーン裁定ではハンガリーに返還されたが、第二次世界大戦後の1947年に、再び、ルーマニア領となった。1952年に、ハンガリー人自治州の一部となったが、1968年に自治州は廃止され新たに設置された、ハルギタ県に所属することになった。 総人口2万18人のうちルーマニア人は10.8%で、ハンガリー人が87.54%を占める。ありがとうございます。